はい、こんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。まあそうですね、期待の新人姉小路さんが入られたのは良かったんですけど、車脇さんとね、渡月橋さんがちょっとやばいかなと。で、意外とねパラメータはいいんですけど、妙心寺さんが伸びないのがねちょっと悩みの種ですね。白梅さんはもうちょっと鍛錬必要なんだけどね、上半身ちょっとメインで鍛えて、こっちの方がねもしかしたら後々大化けするかもしれないけど、中途半端に終わりそうな気もせんでもないですけどね。まあとりあえず結構やっていきましょう。で、中精度がまだ低いんでね、しばらくは小遣いで16上がるのかな。なので、これで2回稽古してからですね。はい、お池さん、さあそろそろ、当たり引いてくれないかな。まだだね、まだ伸びない目って出てるから終わってはいないけどね。を引かないね。もしかしたら今日は講演会かもしれない。それは白梅さんと分かるね。こっちもちょっと上半身強化やっていこうか。当たりは今のところ誰も引いてなさそうだね。さあこれで白梅さんで分かる。あ、やっぱり講演会だね。水さんは下半身はね最後に上げていきたいね。はい、2日目いきましょう。まずはね、こうじさんね、これで3つずつ上げていきます。さあ、お池さん頼むよ。当たり引いたら変えていくっていうのもいいこの手かもしれないね。ダメだ。おりゃ、おりゃ、今日は上がる日。おしゃしゃしゃ上がったよ。木舟さんやった。白梅さん上半身強化。中性値80になるまではちょっと動かしておきましょうか。お池さんもうちょっとね欲しいね。当たりが引かない。
おしおしおし、上がったよ。あーほらね、やっぱり当たり引いてたけど後援会なんでね。ということは何やっても一緒だから、はい、
おお、よしよし、下半身上がってくれた。これはいいや。黒崎さんがね、当たり引いてくれないね。おお、よしよし、木舟さん上がった。はい、4日目ね。熊崎さん、渡月橋さんはね、厳しいな。集中力あればね、もうちょっと技決めやすいかもっていう感じはあるんですけどね。はい、ここの亀。もうこれはね、体もう無理かもしれない。あー、後援会か。当たり引いてるのにな。絶えない。こういうね、裏メニュー的なものがあるからね。池さん、ちょっとね、変えちゃいましょう。集中力、ああ、上がりよった。ああ、びっくりした。体がダメならね、集中力の方を。白梅さんは、ちょっとあえて下半身強化入れといて、次ちょっと小遣いいっちゃいましょう。はい、ごっさんでーす。はい、11日目。
ね。で、ミブさんも鍛え直しね。もう試合から、はい。12日目ね。ちょっともう一個やってから、行きましょう。さあ、ここで姉小路さん1回小遣いですね。はい、小路さんです。あー、講演会か。あ、いたたたた。あー、そっか。あー、当たり引いてるんだけどね。20ぐらいまでは上半身上げたいね。はい、14日目。テポより、そうですね、上半身強化いっときましょう。はい、ラストですね。さあ、姉小路さん初の技研究ですね。はい、どすこい。突き落としのタイミングがいい。へー、初めて見たこんなコメント。
90行かなければね、ちょっとしんどいかもね、車崎さん。はい、こんな感じでですね、本場所をちょっと望んでみたいと思いますんで、またお楽しみにしといていただきたいと思います。例のごとく前半後半にね、ちょっと分けてやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。